巨人軍は常に紳士たれ。この言葉は読売巨人軍の創設者正力松太郎氏の言葉であり、現在の巨人軍の中でも受け継がれています。皆さんこんにちは、高野スポーツチャンネルです。野球に興味がない人でも聞いたことがある読売巨人軍。なぜ読売巨人軍が野球界一有名なのか、今日の動画で説明していきたいと思います。それでは行きましょう。1934年、読売巨人軍はアメリカとの試合のため招集された全日本代表チームを中心とした19名で大日本東京野球クラブとしてスタートしました。そしてアメリカ遠征に行った際に、アメリカ現地のマネージャーから大日本東京野球クラブでは分かりにくいという指摘があり、東京ジャイアンツというチーム名になり、結局その名称が使われるようになったんです。翌年の1936年にジャイアンツを巨人と訳して東京巨人軍となったのです。こうして巨人軍はスタートを切りました。1936年には小規模な大会が開催され、その大会で現在では一番いい成績を残した投手に贈られる沢村賞の立役者である沢村栄治が対大阪戦でノーヒットノーランを達成、そしてチームも優勝し、公式戦初の優勝球団となったのです。1937年には本拠地となる後楽園球場ができ、秋季戦は対セネターズ戦に勝利し優勝、秋季大会は大阪が優勝し初めて優勝を逃しました。この頃から今では有名な伝統の一戦が始まっていたのかもしれません。1940年には戦局悪化の影響により英語禁止の通達が出て、ユニフォームのマークがジャイアンツから写真のような漢字に改められたのです。この年、沢村栄治は阪神戦での代打出場を最後に徴兵を受け、12月2日に戦死で生涯を終えました。戦前では3度のノーヒットノーランを達成した沢村、42勝を挙げたスタルヒン、日本プロ野球初の三冠王中島春康らがチームを引っ張り、第一次黄金時代を築きました。1946年にリーグが再開し、1947年には読売新聞社が経営にあたり、球団名を東京読売巨人軍に改称、ニックネームは読売ジャイアンツとしました。この年は南海ホークスの台頭や戦後の混乱で戦力を欠き、優勝を逃しました。しかし川上哲治、千葉茂、青戸昇など第一次黄金時代の選手が戦地から帰国、チームに復帰して戦力が充実、1949年には戦後初優勝を飾りました。その年のオフシーズンに日本プロ野球はセントラルリーグとパシフィックリーグに分裂し、2リーグ制となり、巨人はセリーグに所属となりました。その後巨人は水原監督時代になり、1953年には開幕から一度も首位から転落することなく3連覇を達成、そしてこの年は日本シリーズ3連覇も達成しました。1958年にはミスタージャイアンツこと長嶋茂雄が入団、1959年には王貞治が入団しました。1958年から1960年までのシーズンはリーグ優勝はできたものの、日本シリーズを制することはできませんでした。そうして水原監督時代は幕を閉じました。翌年からは川上哲治がヘッドコーチから昇格して川上監督時代が始まりました。川上監督は就任1年目から打率と本塁打の2冠を獲得した長嶋を中心にリーグ優勝し、日本一も達成しました。翌年は一本足打法の王が本塁打王と打点王を獲得、しかしチームは長嶋の成績低迷などもありリーグ4位で2リーグ分立後初めての B クラスに終わったのです。しかしその翌年からは王と長嶋の ON コンビの活躍が凄まじく、打撃タイトルがこの2人で埋め尽くされ、王は1964年にシーズン記録となる55本塁打を記録しました。そして巨人は王長嶋や投手の金田正一を中心に、1965年から1973年の間で9回連続で日本一になり、9連覇 V9 を達成しました。しかし1974年に10連覇を脱がし、川上監督は勇退し幕を下ろしました。1975年からは前年に引退した長嶋茂雄が監督に就任しました。しかし自身が抜けた戦力の穴を埋められず、球団史上初記録の11連敗を喫して
球団史上初の最下位で苦いスタートとなりました。その年のオフに戦力の穴を埋めるため、日本ハムから張本勲をトレードで補強し、翌年では一転してリーグ優勝を果たします。1977年には王貞治が通算本塁打756本の世界記録を樹立しました。しかしそこから3年間は一度も優勝できず、長嶋監督は男のけじめという言葉を残し辞任しました。そしてこの年に巨人一筋22年の王貞治も現役を引退しました。1981年からは藤田元氏が監督に就任。この年は江川卓、西本隆、佐田岡昌司、加藤はじめら先発4本柱を形成し、4年ぶりのリーグ優勝、日本シリーズも制し、8年ぶりの日本一を達成しました。またこの年は現在巨人の監督を務める原辰徳が新人王を獲得しました。1984年から1988年までは王貞治が監督を務めるも、1987年に一度優勝したのみで監督を辞任しました。翌年の1989年からは再び藤田元氏が監督に就任。斉藤正樹、桑田真澄、牧原弘美の3本柱が機能し、リーグ優勝を決め、日本シリーズでは近鉄バッファローズに3連敗した後に4連勝し、日本一を達成しました。しかし翌年からの1990年から1992年まではリーグ優勝1回と成績が落ち、藤田監督は勇退となりました。後任には長嶋茂雄が13年ぶりに復帰し、ドラフトでは松井秀喜の交渉権を獲得しました。第二次長嶋監督時代は1993年は3位に終わるものの、 FA で落合博満を獲得。1994年は10ゲーム差をつけていた中日が猛烈な勢いで追い上げ、シーズン最終戦が優勝決定戦となり、その試合に巨人が勝ち、リーグ優勝を達成し、日本一にもなりました。後にこの戦いは 10.8 決戦として語り継がれていくのです。1995年はリーグ3位、この年で原が現役を引退。1996年は西俊久や清水孝之らの台頭、松井秀喜の活躍もありリーグ優勝を果たします。1997年には FA で清原を獲得するも B クラスの4位で終え、この年のドラフトで高橋由伸を獲得。1998年には松井が本塁打王を獲得するもシーズン3位。1990年は村田新一や清原の怪我で主力を欠くものの、ルーキーの上原が20勝を挙げ2位で終えました。2000年にはダイエーから工藤公康を獲得。松井秀喜、高橋由伸の活躍があり、新岡智弘がサヨナラ本塁打を放ち、4年ぶりのリーグ優勝を決めました。2001年はシーズンを2位で終え、長嶋監督は勇退し、終始名誉監督に就任しました。2002年からは第一次原監督時代になり、松井が50本塁打でチームを引っ張り日本一を達成。この年のオフシーズンに松井はメジャーのニューヨークヤンキースへ移籍しました。2003年は優勝した阪神に 15.5 ゲーム差をつけられシーズンを終えました。その後原監督とオーナーの確執が報じられ原監督が辞任。2004年からは堀内恒雄が監督に就任。 V9 時代のエースだった堀内監督は、大英の小久保裕紀、近鉄のローズを獲得したものの、投手陣が踏ん張れず3位で終え、翌年の2005年には B クラスの5位に終わりました。2006年からは再び原が監督に就任し、チームの立て直しを図りましたが、2年連続の B クラスの5位。この結果を重く受け止めた球団は FA で大道、谷、小笠原を獲得しました。2007年は球団通算5000勝を達成し、昨年が嘘だったかのような安定した戦いを続け、リーグ優勝を果たしました。しかしこの年から導入されたクライマックスシリーズで阪神に敗れ、史上初のリーグ優勝しながらも日本シリーズに出場できないチームとなったのです。この年のオフにクルーンやラミレスを獲得。2008年は3番小笠原、4番ラミレス、キャプテンの阿部、また山口哲也などのリリーフ陣の活躍がありリーグ優勝をしました。しかし日本シリーズでは当時最強打線の西武ライオンズに敗れてしまいました。2009年は1番坂本、2番松本哲也を固定し、その起用が当たりリーグ優勝しリーグ3連覇。
日本シリーズでは日本ハムを下し日本一となりました。2010年はルーキーの長野の活躍がありましたが、シーズンは3位で終え4連覇を逃しました。2011年は阿部慎之助が開幕戦で怪我をし離脱、シーズンは3位で終えました。しかしこの年に長野が首位打者を獲得、また FA で村田修一、杉内俊哉を獲得しました。2012年は前半は調子が悪かったものの、長野、坂本、阿部、宇都宮の活躍がありリーグ優勝し日本一になりました。そしてこの年のドラフトで菅野智之を獲得しました。2013年はリーグ優勝するものの、日本シリーズでマー君こと田中将大の楽天に敗れ日本一を逃しました。2014年は通算36度目のリーグ優勝を果たしました。2015年は阿部、坂本、亀井の故障などもありヤクルトにリーグ優勝を明け渡し4連覇を逃しました。この年で原監督は退任、2016年からは高橋由伸が監督に就任。2016年シーズンは坂本が首位打者を取るなどの活躍がありシーズン2位であったが、翌年の2017年から2018年では FA で大型補強を行いますがリーグ優勝はできませんでした。しかし菅野の活躍や岡本和真が成長するなどの成果はありました。この年で高橋監督は辞任し、現在も指揮を執っている原監督が3回目の監督に就任し、2019年と2020年は2年連続でリーグ優勝を果たしましたが、2年連続でソフトバンクホークスに日本シリーズで敗れています。ジャイアンツはこれまでにリーグ優勝38回、日本一22回、 A クラス77回などまさに名門球団なのです。これからも新たな歴史を作っていく巨人に注目です。皆さんいかがでしたか？皆さんの巨人に関するエピソードや記憶に残るシーンなどがあればコメント欄などで教えてください。動画を見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。